プロ野球コミッショナーアーテ独立調査報告。メジャーリーグ選手によるステロイド及びその他の運動能力向上薬物の違法使用に関しては、元アメリカ合衆国上院議員のジョージ・ジェイ・ミッチェルによるメジャーリーグベースボールにおける運動能力向上薬物使用の実態調査報告書であり薬物スキャンダルに発展した。一般には報告者の中からミッチェルレポートと呼ばれる。 21ヶ月間に及ぶアナボリックステロイドと人成長ホルモンの使用者の調査は、総計409ページにわたる報告書にまとめられ、2007年12月13日に発表された。報告書では、禁止薬物の使用経験があるとされる選手として89名の実名を挙げている。詳細は、ミッチェル報告書に記述された、選手一覧を参照ジョージ・ J ・ミッチェル・アメリカ、 合衆国上院議員を務めた経験を有するジョージ・ジェイ・ミッチェルは2006年3月30日にバドセリグコミッショナーからメジャーリーグベースボールでの運動能力工場薬物の使用を調査するよう要請された当時本類打王のタイトルを獲得したバリー・ボンズによるアナボリックステイロイドや人成長ホルモンなどの薬物の使用を取り上げたゲーム・オブ・シャドウズによって この問題に批判が集まっていたのが原因であった。この決定の前に複数の議員から MLB での薬物取締り活動の実効性に疑義が提されたことがセリングコミッショナーやドナルド・フェア選手回戦無理事を決断させたと報道されている。ミッチェルは報告の中で選手会は外して非協力的だったと述べており選手会が各選手に対して 調査への協力を拒むよう盛んに働きかけてきたとしている。知名度の高い選手に重点を置き、一連の調査では700名以上が聴取の対象となった。聴取が試みられた約500名の元選手のうち68名が自ら聴取に応じ、3名が法的強制力の下、聴取された。その他に、クラブ従業員、コーチ、トレーナー、 警備担当者など550名の聴取が行われた。そして各チーム及びコミッショナー事務局が調査のために、総計11万5000ページを超える関連文書と約2000の電子文書を提供した。ドーピング検査の実施が認められなかったために、通話記録や支払い済み小切手、領収書、配送記録などで証拠を集めることを余儀なくされた。 409ページに及ぶ調査報告書は2007年12月13日に公表された。この報告書の中には、すでに引退している者も,も含めて89名の選手の実名が記載されている。ステロイドを使用している選手の割合について、県カミニティは2002年に少なくとも半数はステロイドを使用していると発言し、大部分の選手が35%前後は、 使用していると推定していた。しかし、2003年に行われた不作為調査では陽性反応が出たのは全体の5から7%だけだった。ミッチェルは選手がこの年に検査が実施されることを事前に知っていたため、ほぼ確実に使用を控えめに抑えたと見ており、正式な検査が実施された翌2004年に多くの選手が検査で検出されない人成長ホルモンに切り替えたと述べている。 報告書中で名指しされた選手には、バリー・ボンズ、ロジャー・クレメンス、アンディ・ペティット、ミゲル・テハダ、エリック・ガニエラがいる。調査の過程では、元ニューヨーク・メッツのクラブハウス従業員であるカーク、ラドムスキーの証言が重要な証拠となった。ラドムスキーは、運動能力向上薬物の流通に関する重要な情報を提供したとされる。 ラドムスキーは2007年4月に自らが薬物の違法配布に関与していたことを認める証言をしており、報告の中で名指しされている選手の多くがラドムスキーの顧客であったとされている。ミッチェルは野球界におけるドーピング検査の強化を要求し、将来の薬物乱用を防ぐためにも薬物使用が健康に及ぼす悪影響について、 MLB 機構が教育を改善していくことを推奨した。外部の機関にドーピング検査を委託し、野球界のための調査機関の設置を要求した。その機関は透明でなくてはならない。また一年を通して抜き打ち検査を行わなくてはならないと語った。処分内容についてはセリグに委ねるとし、報告書の中で言及していない。また、数名の選手には事前に抜き打ち検査の実施が、 通知されていたことを明かし、報告書に記載されていない、薬物使用選手はまだいると述べている。報告書が公表される前日に、セリグコミッショナーは、私はまだ報告書を読んでいないが、それを誇らしく思うとのコメントを発表した。報告が発表された後の12月13日午後4時30分、セリグはマンハッタンのウォルドルフ・アストリアで記者会見を行い、その中で、 ミッチェル報告は何らかの処分の呼び水となるだろう。私は実際に処分を行うつもりだと述べている。また、報告で名前が上がっている選手らに対する懲罰はケースバイケースで決定されるだろう。証拠が固まり次第、処分は迅速に下されるはずだと述べ、選手に対して懲罰処分が下される可能性を示唆した。フェール選手会長は同日午後6時に記者会見を行い、 事前に報告書を読む機会を与えられなかったと、失望を表明する記者会見を開いた。翌15日、テキサスレンジャーズのオーナーを務めた経験もある、ジョージ・ W ブッシュ大統領は、名前が上がった選手については、結論を急ぐべきではない。しかし、ステロイドによって野球が汚されてしまったことは明らかで、ある。今回の報告書をきっかけに、薬物使用の時代が終わってほしいと述べた。 ミッチェルが以前、ボストン・レッドソックスのフロントを務めていたことからか、同報告書内に2009年7月に、ニューヨーク・タイムズ氏によって2003年のドーピング検査で陽性反応を示したと報じられた、マニー・ラミレスとデビッド・オルティスを含め、レッドソックスの現役選手の名前が一人も、掲載されていなかったためとなったがにえ、ブレンダンド・ネリー・両ー選手の名前はあった。 心を加えたのではないかとの疑惑が持たれ、同報告書の信憑性には疑問が残されている。報告に挙げられた選手の中には、日本プロ野球に在籍経験のある選手も含まれていた。ここに該当する選手を示す。ただし、ここに挙げられた選手のうち、NPB 独自の抜き打ち検査を受けた者はすべて、結果が陰性反応だったという、ありがとうございます。